それでは早速おろしていきたいと思います。バナナの三枚おろし、あ、三枚じゃないかもしれないな。すでにおろしてあるのもあります。これは木が倒れた時切り取ったものです。その頃はみんな青かったですけど、木が風で倒れてしまったので売れてなかったんですけど、だんだん売れてきました。だから未成熟です、このバナナは。こういうところにですね、脇腹じゃないけどね、ここに包丁入れる。エラをちょっと失敗しましたね。こうなっちゃった。まだまだいきます。これをですね、神様にお供えするんですよ。神に供えるものだから許されない。お、うまくいきました。とりあえずこういうのとか、これはもう、これは今、切っちゃいましょう。こんな感じで下ろせました。